はい、東京大学生産技術研究所の、吉村と申します。グローバル水門予測センターというのは所内のセンターで、あとは JAXA の、EORC で、兼務させてもらっております。今日は Today's Earth による実時間洪水予測とその課題というタイトルで、発表させていただきます。で、もう、これは、皆さんに説明するまでもないんですけれども、世界では洪水が、至るところで起こっていて、非常に大きな災害の一つです。地震、高波と並んでの、3分の1ぐらいということなんですけれども、洪水に関して言うと、予測がある程度可能である。皆さん、天気予報でご存知の通り、気象予測というものができるということで、対策が打ちやすいということが特徴です。ただし、日本で今体験しているように、これは鬼怒川での洪水を自分で地震で撮ったものですけれども、そこまで予測がうまくいっているという状況ではないというのが現状です。で、2018年に起こった西日本豪雨というのは、私にとってもびっくりするような事態で、岡山県真備町での洪水では50名を超える方が亡くなってしまいました。この際の、ハイドログラフを示しておりますが、横軸は48時間、2日間に、だけなんですけれども、非常に急激に、水位が変化していることがわかります。こういう降雨が非常に甚大だったということなんですけれども、その、期間が非常に短かったということで、しかも深夜であったということで、対応が取れる人が、取れなかった人も多かったということになります。実際に氾濫危険避難勧告が22時ごろに、23時45分には避難指示、0時には氾濫が発生したということで、50名を超える方、しかも8割は高齢者ということで、垂直避難、延直避難も家庭内で、屋内でできなかったということを聞いております。で、こういった被害をなくすにはということで、今日の話につながってまいります。より長い予測はできないのか、洪水予測が、なぜできないのかということで、我々としては、天気予報と同じような感覚で、数値実験、数値予報として、洪水の予報もできるのではないかということで、試しております。で、ここに書いてある、流れているビデオは、NHK さんに作ってもらったものなんですけれども、こういった、メッシュに切って、その中で、サブグリッドの、地形を、うまくモデルに反映させつつ、その中で、土壌であるとか、雪であるとか、キャノピーという、植生であるとか、そういったものに保水されていく水というものと熱というものを、うまく、表現することによって、河川の中に、どれぐらい水が、いつ、どこで含まれているのかということを表現するモデルになります。これを、我々、統合水陸域シミュレーター、ILS と呼んでるんですけれども、こちらは、中北先生の発表でもありました、気候予測、のモデルに使われている、ミロクというものに使われているものと全く同一のものになります。言い換えると、気候予測に使われている陸モデルと、こういった洪水予測に使われている陸モデルというものを、統一したということになります。どちらでも使えるということは、ここでやっていることは気候予測の、精度検証にもつながっているというふうに理解することもできます。で、今日はそこまで長い時間がないので、いきなり制度検証の話になっていくんですけれども、これは先ほど樋口先生の話でも出てきました台風19号、2019年の台風ハギリスと言われている、東日本で142箇所が堤防が決壊したという時の結果になります。簡単に申し上げると、142箇所中130箇所で、我々のシステム、トゥデイズアースの方で、アラートと言われているものが出ていたということになります。ここで誤解して、よく生んでしまうのですけれども、我々のシステムは、堤防の決壊を予測しているものではありません。あくまでも水位がいつもと、違う、200年に一度という、レベルをアラートとしているだけですので、それが直結する、堤防決壊に直結するわけではないのですけれども、そういったリスクを、表現することができていたと。で、右の方のグラフは、これはもうちょっと詳細は省きますけれども、横幅がそれぞれの堤防、決壊した堤防ごとの、
リードタイムを調べ、を示しています。つまり予測まで、決壊まで、どれぐらいの、予測開始から決壊まで時間が、どれぐらいあったのか。それを平均すると30時間程度ありまして、まあ、評価としては 190% の地点で、30時間前から予測ができたというふうに、表現しております。ただし、空振りというものもたくさんありまして、ここの白い地点が空振り地点なんですけれども、約2割しか当たっていないというのも、問題点の一つになります。ですが、この空振りというものは、表現は、いろいろあって、河川の場合、河川へ、にずっと、非常にリスクが高い状態というものを示しておりますので、空振りイコール、極めて、リスクが出ていないところが、リスクが出ているところはリスク、それなりに、危険であるということを示しているので、防災としては、外れとするべきではないという話もあります。いずれにせよ、ただし、空振りを減らして、的中率を上げるというふうな努力を現在進めています。その際に重要となるのが、4点ほどありまして、観測データが不足しているということ。気象予測データがそもそも雨の予測が精度が悪いということ。で、モデルの方を良くしていく。一つは空間解像度を改善すること。で、モデル精度そのものを良くしていくということが考えられて、それぞれ今日ご紹介しようと思います。まず、観測データです。私たち、もちろん、現地観測というものも大変重要視しているのですけれども、やはり、衛星観測にかなり期待しております。樋口先生がご紹介していただいた通り、静止衛星というのは非常にパワフルなツールだと認識しています。で、最後の方に、樋口先生がご紹介してくださった、そのセンサーの特性というもの、雲の下を見たいというのが、実際洪水に関してはございます。というのも、洪水というのはもう大雨なので、基本的にその浸水しているところっていうのは雲の下で大雨が降っているということがあるので、光学衛星というのはそこでネックになります。で、ここで見せていますのが、サー衛星を使った浸水面積の把握になります。このサー衛星というのは基本的にはその低軌道の衛星で動いています。ですので、同じところに帰ってくる頻度がそこまで高くはないんですけれども、それでも雲に覆われているところで雲なしで見れるというのが非常に強みとなっているということで、上はスマトラとほとんど 70% ぐらい雲に覆われているような地点で、白いところが雲なんですけれども、陸と水面、光学衛星だとよくわかるんですけれども、雲に覆われている部分が多いと。いうことが、サーで見ると、こうやって白が覆われているところでは青がしっかりと見えるということで、より正確なこの線で書かれた水面面積というものがわかるということになります。で、こういった観測情報というのは、衛星観測というものと、モデルというものを融合させていくというのが今後、非常に重要になってくるんではないかと考えています。いろいろな融合方法があるんですけれども、私たちがやっているのは、まず、トゥレイザースに予測されている、洪水の予測がされているところで、観測を行う。SAR の衛星といっても、衛星観測といっても、多少首を振るとか、そういった観測の自由度がある衛星もございますので、その際には、狙ったところを、あらかじめ、タスキングしておくというようなことが、実際にすでに行われています。加えて、浸水面積というものは、先ほどナチュラルカラーってありましたけども、そのものを、しっかりと予測して、見ているわけではありませんので、浸水情報をしっかりと浸水情報として把握するためには、例えば、全く別の独立した情報を使うというのは、非常に良いアイデアであって、そこでも、予測と、モデルと衛星観測が融合する余地があります。そして出てきたものをデータ同化するという要望の仕方もございまして、今、現在進行中で研究をしているところです。で、気象予測データの精度の改善。これも、いろんなところで実際に行われている、話なんですけれども、もちろん気象庁も、降水予測を精度を良くするために日夜努力しているところではあります。ただし、数値予測っていうのは、やはりバイアス、まだまだ全部解けているわけではありませんので、バイアスがあります。
この右の下の図に分かるように、観測が、こういった、まあ、これは1月の状況なんで、新潟の、日本海側に降水があるんですけれども、シミュレーション、これは気象庁の MSM というモデルの結果なんですけども、少し、ズレが見られます。こうしたズレというものを、今、我々が扱っているのは AI を使って、画像補正をするような感じで、この右の図に持っていくと。そうすると、右の図と左の図はほとんど一緒のように、見えてくると思います。ここら辺は AI の得意とする分野なので、まあ、こういった画像補正を行おうというふうに しています。これは1月と7月についての結果になります。で、これは、研究室の吉金さんがやっているんですけれども、これを、適用して、降水データにまず、まあ、ある意味、お化粧みたいなもんなんですけれども、元々の MSM に対して AI を適用すると、まあ、性能が改良すると。これは POD、Possibility of Detection と、FAR、False Alarm Ratio で見た、図なんですけれども、この左上に行くほど、良い結果になりますので、まあ、AI を適用すると、元々よりは良くなっていくということで、この降水量、まあ、気象観測 の改良というよりは、まあ、気象予測の改良というよりは、気象予測を、まあ、ちょっとバイアス補正するというようなところなんですけども、こういったちょっとの良さが降水予測には効いてくるということになります。で、それが、端的にこの図で示されているんですけれども、2020年7月、球磨川が、氾濫した事例ですけれども、観測時は、南九州で非常に大きな雨が降っている、もので、MSM の結果が、現状の気象予兆の予測が上。で、一番下が我々の AI 補正したものなんですけれども、まあ、これで、1時間予測、19時間予測、37時間予測がありまして、まあ、予測が長いほどやっぱり、性能は悪くなってくるんですけれども、ちょっとずつ、MSM に比べて良くなっているということがわかります。これを、リードタイムと、成績で、比較すると、この MSM に比べると、相関係数や RMSE の両方で多少良くなっているということがわかります。で、POD と FAR についても改良が見られるということになります。FAR は実は外れているんですけれども、それも理由がはっきりしております。で、解像度を良くしていくというのは、モデルにとっては非常に重要なことになります。モデルの解像度、現在は1キロという、日本全国を1キロ、全球を25キロという解像度で行っているんですけれども、それを全球1キロまで持っていくと、全球でも日本と同じような性能になってくるというふうに期待しています。ここで見せているのは25キロから5キロで、までで、どれぐらい解像度が変わることで性能が変わるかということを、日本での、国土交通省の流量観測点、約850地点で、長期間においてのシミュレーションの精度を検討したものになるんですけれども、解像度が高ければ高いほど高精度になっていくというようなことが示されています。ただし、これは計算機性能との、計算機性能の、にも重要、関わってくるので、むやみに、上げるということにも、はいきません。で、そこで、我々が、期待している技術がダウンスケーリングです。これは、気象予測ではダウンスケーリングというと、力学的ダウンスケーリングというものが、よく使われるんですけれども、これはどちらかというと、事後の、1キロの解像度で出てきた浸水面積を、どれぐらい、高解像度に表現できるかというような、少しコスメティックなやり方になります。で、これは、T-Japan で使われた、1分の解像度。1分というと、まあ、1キロぐらいなんですけれども、その解像度を、30メートルまで、ダウンスケーリングした結果を、長野県の千曲川の、流域で示したものになります。こうすると、だいぶ、皆さんの、住んでいるとこと、市民が住んでいるとこの、とマッチングできるようになってくるので、まあ、いわゆるハザードマップに近い、図になってきます。これをリアルタイムで表現することで、より、まあ、使いやすいデータというものを表現していこうというふうに思っています。最後のモデルの、改善そのものになります。モデルの改善は、先ほど申しました通り、気候予測の用のモデルとしての機能とも、リンクして
進めています。この統合陸域シミュレーターというのは枠組みなんですけれども、その結合をすることによっていろんなモデルを結合することで大気モデルにくっつけたり海モデルにくっつけたりということで機能を果たすようなものになっています。ですので、例えばこれここで別の方が、まあ、土壌のモデルを組んだり、植生のモデルを組んだり、田んぼのモデルを組んだり、森林火災を組んだりっていうと、ここにどんどん入れていくことで、気候モデル、そもそも良くなっていく。それが洪水予測にも効いていくというような、仕組みを作って、進めております。これは、先ほど中北先生の、発表でもありました、統合プログラムというところで進めています。で、例えばですけれども、一つ、これはダムモデルを入れた時の結果になります。全球で適用可能なダムのモデルっていうのは非常に、まあ、難しくて、ダムというのは、場合によってはコンフィデンシャルな情報だったりするので、限られた情報からどういうダムの、仕様になっているのかということを推計して、それを、当てはめた結果になります。こういうアメリカのデータとか、日本のダムとかに、適用できて、こういうところでは検証可能になっていきます。で、ある程度ですけれども、シミュレーションができているというようなことになっていて、で、これを、全球のダムに適用すると、まあ、北米大陸であるとか、南米大陸、南アフリカ、こういった、まあ、全球での、結果になるんですけれども、まあ、流量の観測が、良くなったと。この三角のところがダムで、丸が、流量観測地点になっているので、まあ、大抵のところで、まあ、緑、系の、まあ、改良地点であると。いうようなことになります。悪いところっていうよりは、まあ、何もないところが、変化しないところも多いというようなところが現状になります。これは、最近ペーパーとしてパブリッシュされました。ですので、まあ、こういった、モデル化というものも、非常に重要視しておりまして、というか、まあ、我々の、専門ですので、こうしたことを、ただし一人ではできないことになってきました。一グループでは全然できませんので、多数のグループの皆さんの参画を、歓迎して、まあ、分業して、それぞれのプロセスをやる。それを、まあ、どういうふうに結びつけるのかということが今後、非常に重要になってくるんじゃないかなと思っております。洪水予測にも、気候予測にも、両方つながるようなモデル開発というのが、今後進めていく、予定ではあります。はい。で、今日の話は以上になります。まとめとしましては、まあ、世界的に洪水は高頻度災害なんですけれども、激甚化していくことが予想されているので、何とかしなければいけない。で、我々は Today's Earth というものを作っております。ただし、Today's Earth はまだまだ発展途上で、観測データ、気象予測の改善、モデル空間解像度、モデル精度というものがまだまだ悪いので、それぞれ衛星データを利用すること、AI を利用すること、ダウンスケーリングすること、まあ、コミュニティによる取り組みということで、対応しているというようなところになります。ご清聴ありがとうございました。